武井テリコ天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、滑らない話だと思う企画でございますが、今日の話は、僕が直接矢沢永吉さんに言われた一言を、言いたいと思うんですが、どういう話かと言いますと、まあ僕はね、東京に出てきてもう9年ぐらいになるんかな。それまで大阪で芸人活動してまして、それでまたタバコもね、よく吸うてましてね、もう東京来て、もうタバコはやめたんですが、それまではもう、ヘビースモーカーどころか、チェーンスモーカーですね。1日3箱ぐらい吸ってましたね。もう一時やめようやめよう思ってね、禁煙セラピーとか行ってね、3万5千円払ってね、ほんで待ち時間長すぎてタバコ3箱ぐらい吸うてたぐらい、意味ないやんけぐらいやめれなかったんですよ。ほんでもう朝とか起きてタバコが1本吸って、でそれで起きるという、タバコがなかったらもう無理という生活で、である日朝起きてタバコ探したらもうないんですよ。うわタバコがない、タバコ買いに行こうと、ほんで近所にコンビニがあるから車でね、もう大体大阪ドルとか車生活やったから、ほんでまあ車やからええわと思って、もう起きたままの格好で、上は白のヨレヨレの白のシャツで、下捨ててこ白の捨ててこみたいな、それでちょっとまあ肌寒かったんで、その時付き合ってた彼女のピンクのカーディガンをこうね、ここ肩にかけてこう第一ボタンだけこうね締めて、よく OL がねランチに行く時の感じね、それに、もう玄関のところでもう何でもええわって、目の前にあるブーツをね履きまして、そんでまあ車乗って、コンビニまで行ってね、ほんでまあタバコ買って、ほんでまあ車の中でまあ1本まあそんでラジオ聞きながらね、そしたらラジオ FM 大阪って聞いてたら、そうですか矢沢さん、今日は矢沢永吉さんがゲストに来てますって、えちゃんゲストに来てんの、それも生放送なんですよ、え FM 大阪や、会いに行こうって思ってね、そんで俺そのまま車に乗ってね、僕は大阪箕面っていうとこ住んでたんですけど、そこから新御堂という、道をですね、大阪難波まで行ったら FM 大阪があるんですよでも早いかんとエンディングが迎えてしまって、 A ちゃんすぐに帰ってしまうから、早いかなかんと、もうそのままの格好でもう新御堂車で行ったら、そんな車混んでるんですよ。でもうエンディングに近づいてるし、イライラして、それでこうでもうタバコを何本も何本も吸ってね、ほんで約1時間ぐらいかかって、どうにかギリ間に合って、ほんでね、タレントで出入り口のところでこう待ってたんですよ。そしたらなんかワゴンみたいな車がバンと前に飛ばって、えひょっとしてと思いながら、まあまあタバコもう一本吸おうと思って、そしたら最後の一本なんですよ。もう車の中でほぼ一箱吸ってるから、最後の一本こう火つけた時にエイちゃんが出てきた。うわエイちゃんやと思って、うわ握手してもらおうと思って、でまあタバコ消そうと思ったんやけど、さあさあそこで俺チェーンスモーカーやから、さっきつけたばっかりやからもったいないと思ったんですよ。もうタバコないし、でどうしたかというと、お前くわえタバコのまま車を降りてエイちゃんのとこ行ったんですよ。で俺すいませんって言ったら、なんかお付きの人が何っていう顔してたけど、すいません握手してくださいって言ったら怒られるんかなと思ったら、エイちゃんがいいよ握手してよろしくって言われて、うわ俺エイちゃんに直接握手してもらった。でもね僕ね、くわえタバコしてるんですよ。で髪の毛ボサボサで起きたてですよ。上白のヨレヨレの白の T シャツで、白の捨ててこで、彼女のピンクのカーディガンを一つだけボタン閉めて肩にかけて、で裸足でブーツですよ、でくわえタバコですよ。それで握手してもらった時、矢沢さんが下から上まで俺をこう舐めるように見上げて、握手しながら、いや近所マジやで、これ矢沢永吉さんから、いや近所って言われたファン俺ぐらいやと思うで。